さん、ごきげんよう。話してないやん。ファサ、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 ファサ。皆さん、ごきげんよう。どうも、エンジェルです。私はこの世界を守るために生まれてきました。こっちからみんなきつい。どう？輪っかもついてるの。かわいいでしょ？あれと結婚するのがリコ。はい、どうも。ハナキンカップルでーす。リコ、企画説明して。本日はですね、なんとハロウィンパーティーになります。嬉しい。なんでこの格好するかっていうと、はい、ラペチャンネルさんっていうはい、そこでちょっとハロウィンパーティーさせていただいて、この名残ですね。はい、もうどうせやったらこっちのチャンネルでも使ったろうということで。そうそうそう、だから今からハロウィンパーティーしてるんです。その準備をリコが今してくれてます。いい焼いてます。リコが来るまでは私一人でやっていきます。羽もついてるの。それで1分もう無理、俺もうこのまま飛んでいきたいもん、どっかに。マジでこの竹缶一番エロい竹してるから。これであなたの元へ飛んでいっちゃうぞ。ちょっともう来てもらっていい？では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 、おお。じゃーん。皆さんハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。パンパンパン。ちょっとみんなにね、お伝えしたいことがもう一つあって、はい、本日、はい、ハロウィンパーティーだけではなく、はい、こちら、うわやっと銀の盾が届いたんですよ、我が家に。はい、もう本当にやっとですね。多分 YouTuber で一番遅いです。そう、なんか手続きせんとあかんかってんの。そう、もう何も知らんから俺ら。来ました。ありがとうございます。こちら、ハナキンカップルって書いてます。嬉しい嬉しい。今日はここに置いときましょうか。ありがたいですね、これね。金色目指して頑張っていきましょうか。頑張っていきましょう、はい、で、はい、それのお祝いと言ってもいいですが、こちら、ただのウイスキーじゃないんですよ。ただのカクじゃないんですよ、これ。ちょっと開けますか。開けましょう。ジュリクロ、まだ見てないんですか。まだ見てない。マジ楽しみ。これもね、はい、楽天市場で買ったんですよね。あ、買ったね。いきますよ。はい、お願いします。おえーい。大胆に開いちゃう。大胆にいっちゃうもん。いきますよ。はい。すごい、めっちゃいいやん。めっちゃええやん、これ。ハナキンカップル達也リコって書いてるんですよ。めっちゃ良くないですか、これ。かわいい。やばいって、マジで。めっちゃいいな。おいしい。うまいぞ、これ。これもあるね。あ、ほんまやほんまや。ステラおばさんのクッキーです。乾杯しましょうか、入れたんで。乾杯しましょう。10万人おめでとう。これからも頑張っていきましょうということで、はい、ハッピーハロウィーン。わー、出た出た出た。もうこのシーンもう何回見てるから、これ動画でも。何やってん。これまんまさ、天に召されそう。天使だけに。ふぅ、エンジェル、エンジェル。最高やね、パーティー。パーティー、パーティー。ハロウィンの仮装なんてしたことないからさ、ちょっと楽しいですわ。んけん。今日の動画はこれだけなんですよ。毎回そうやん。俺らもう入りしか決めてないからな、いつも。うん、あ、ちゃうやん。あれちょっとやるって言ってたよ、斎藤さん。あ、そうや。今日ね、はい、この銀の盾が届いたということで、うん、私たち、今まで、1回か2回くらいしか YouTuber っぽい企画っていうのをしたことがなくてですね。ほんまにないな。ほんまになくて、うん、Vlog とか、うん、家でただこうやって食べて喋る動画。ほんまに。せっかくやから、うん、YouTuber のね、称号やからね、ここは。称号が届いたんで。届いたんで、せっかくやから、ちょっと、うん、
YouTuber っぽい企画してみますかってことで、斉藤さんをね、はい、やってみようかなって思ってるんです緊張するあんまやり方とかが本当に分かんないんです。ほんまに分からん。斉藤さんでかけて俺はどうする？知らんアリコさ、骨つけるの忘れてた。なんか足りへんなって思ってたら羽根つけんの忘れてました。あら、かわいいじゃんはい、あっち向いて。みんな、どっちにする？一番自分がかわいい決めポーズして、じゃあ今。いやいや、やっぷエンジェルとデビルのキス見したろうぜの話終わってない。お前忘れた。じゃあ、あの地名のチャンスしていこう。半人カップルって知ってるって言って、そやな。知らんって言われたらもう終わろ。終わろ、うん。もう別にそれがメインでもないから、もうさらっと、うん、もう適当にやってみよう。あ、これしないと。あ、触らんといて顔。デビルや。今日デビルやぞ。触らないでくれる？ごめんね。ごめんなんなんさっきから。パッキャンは。選んでるよ。俺？首。首？超えて。うわ。首めっちゃ太い毛生えてる。うわ、すっげえ。こんな感じでーす。うわ、すっげえ。リアル。これがやばい。やばいな。見て、めっちゃ怖い。マジで怖いね。いや、いいね。気分上がってきました。いい怖い顔して。怖っ。怖い？全然怖くない。じゃあダウンロードするわ、サイト。あー、ほんまや、やって今日はデビルやからね。謝れねえんだいつも謝るけど。ほんまやな。怖いな。やりますね、ちょっと怖いけど。こんにちは。何してるんですか今？今ちょっと飲み会をしてます。何人でしてるんですか？女の子と2人です。あ、2人ですか？すごい、なんか振られた気分めっちゃおもろいや。なんで切られた今？俺の声バレてたんかな。ほら、ちょっと花金カップルレースまで繋げないと。え、ほんまに？そんなすぐ繋がんねん。もしもし。もしもし。何か指示してほしい。もう無理。ちょっともう助けてたっちゃん。笑ってる場合じゃないよ。あー、今のめっちゃええわなんで切んねん、今の人めっちゃおもろいやん。無理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 ちょっともう全然あの俺らが思ってる方向に進まんやん。もしもし。何歳ですか？23歳です。なんでそんな笑ってるんですか？ちょっと酔っ払ってるので一人で飲んでるんですか？あ、ちょっとあの、はい、そうですね。いいですね。何してはるんですか？あらまぁ、聞いちゃった。無理本当にさ、あの、苦手かもしれへん。斉藤さん、私。そやな、俺絶対やらんことやもんな、こんな、うん、もうやめようか、もうやめよう。斉藤、俺ら向いてないやん。やめよう、やめよう、やめよう、もう俺らやもん、俺らは俺ら、もう知らんじゃん、もう企画終わり終わり疲れたな、マジで。もう無理なんだ。大丈夫、天使が癒してあげるよ。隣にいるのは天使でしょ。わっさん、わっさん、エンジェル、エンジェル、あなたを幸せにしてあげるめっちゃ来ちゃった。よし、切り替えよう。切り替え、なんか楽しいことしよう。楽しいこと、なんか楽しいことする。なんかショットでも飲むか。ショットでも強めの酒をください。はい、飲んでいきましょう。もう酔わせてください
久しぶり。入れすぎやねん。うわ、え、めっちゃすごい、すごい、すごい。英語もやりたいな。ガルおもんないのに笑わんといて。面白いときだけ笑え。おもんないのに笑うのよ。おもんないのに笑って。もうだるいこいつ、ほんま。ごめん。今のはデビルでも謝るやん。謝る。酔っ払ってきねんな。チュー求めてます。チュー。ああ、この絵で立ってやすかできへんの。このチューの剣立ってやすか持ってへんのにやらへんねんな。じゃあほんまに補充すんで。え、どうする、もうやめとく。みんなも迷惑やろ。リコがじゃあよく聞かれる質問に勝手に答えていくわ。ああ、それええやん。それでいこう。よく聞かれることは、うん、スキンケア何使ってますかって聞かれるんですけど、それはちょっと別の動画でね、今度紹介しようと思ってるので、その動画を見てくれたら嬉しいです。はい、じゃあ次の質問は答え番号。俺何質問されるやろ。え、脇毛の数とか聞かれたやん前。聞かれたん俺。聞かれてたやんお前。知らねえ。嘘、脇毛の数リコが答えた。あ、リコに聞いてきたからか。どんなやつやねんそいつ。リコのやろ。バレた。リコのやだ。バレた。撮影を放棄してます。その人なんか YouTube 見始めました。まだ撮んの。俺は楽しいね。いろんな一面がある人って素敵だと思うんですよ私。はい、それが私です。リコから始まるリズムに合わせて二つ。ううう、あれちゃうか、間違えた。あんなきーカット。さあ、今月の香水紹介してもいい？あ、もうそれしよう。それしちゃおう。もう今回はパッケージ紹介したいからさ、開けてへんねん。いや、まだ匂ってないねん。あ、そういうこと。あ、いいやん、それもおもろいやん。じゃーん。パッケージ可愛いんですよ。こんな感じで届いて、開けるとこんな感じになってるんですよ。はい、なんで私のおすすめポイントなんですけど、はい、この届いた香水の、はい、アイテムカードなんですけど、こんな感じで可愛い。これね、裏がこんな空白の感じになってて、香水のね、感想を書けるんですよ。はい、あ、書けるんや、自分で。え、リコ書いてるん知らん。え、知らん。あ、知らんねん。リコめっちゃ書いてんねん、最近。分からへんくなるからさ、なんかどんな香水だったかって、うんうんうん、いっぱい香水が届くやんか、これ頼んでたらカラリアで。これは、はい、どういう感じで選んだかっていうと、前回の香水の動画で言ってた、可愛いっぽい香り教えてくださいって言って届いた商品です。あ、三つとも？三つとも。あ、マジか。めっちゃええやん。これが伊勢三宅のロール伊勢シェードオブサンライズという。最高。うわー。プルメリアっぽいちょっと。いや、プルメリア。すごい。これは。めっちゃ好きそう。めっちゃ好きこれ。次が。君のドルチェ&ガッバーナーのその香水のせいだよの、ドルチェシャインという香りになります。シャイン、あ、俺買った。あ、これも好き、これも好き。あ、また違う。またちゃうな。なんかハワイ系で初めて頼んだ感じせん、うん、うわー、ええー、ないいわー。じゃラスト、ラスト、プラダのフェムローという香りですね。誰にする？誰にしよう。膝にするわ。膝にすんの。うん、はい。うわ、めっちゃいい香りやん。めっちゃいいな。プレメリアやな、これも。やけどさ、これ、まあ、全部近いもんあるやんか、うんうん、それをさ、裏でさ、リコの言葉で書いとけるのはすごいな。え、そうやね、ちょっと書こう。忘れないうちにね。またね、コレクションしたいと思います。はい、こんな感じでね、はい、今月の香水コーナーでした。カラリアのね、詳細は概要欄にまた書
思いますね。はい、はい、どうでしたか今日は。もう酔いも覚めましたので、はい、楽しかったです。やっぱいいですね、こうやって2人で仮装して、うん、楽しかった、うん、一応まあ10万人記念も含まれてはいるんですけど、はい、皆さん本当にいつもありがとうございますということで、金色に向けて頑張っていきましょうか。金色何万人なの？100万人。はい、いやーまあね、何人でも嬉しいんですよ。はい、何人でもほんまに、まあ自分たちらしく楽しんでこれからもやっていきましょうよ。はい、じゃあ終わりますか。うん、見てくれてありがとうございました。ハッピーハロウィーン。ファッサファッサ、あなたのところに飛んでいこうかな。頭かじわんぞ。デビル子は。サメで撮影入ります。スティースさんチェックインです。クランクインやね。チェックインってもうホテルやんけ。お願いします。あ、オッケーです。あいや、あいや、終わり。悪魔さん入るも。あ、はい、お願いします。もう早くしてよね。申し訳ないです、すいません。じゃあ、二人で行きましょうか。これ持つの？持って。悪魔すぎるじゃん、この人怖い。もう、やだ、世界平和なのに。あ、はい。はい、終わり終わり。もはい、終わりです。サムネ撮影ありがとうございました。クランクアップです。チェックアウトです。チェックアウト。